フランス海軍、ド・ムラース搭載のスラザム栄光式アレイソナーは、直線配列の重波器を、時間から離して栄光する方式のパッシブソナー。アメリカ海軍は、1960年代より、リニアアレイソナーを用いた、長距離探知の研究に着手した。まず第一世代のシステムとして、1967年に、アン、SQR-14、1971年に、 アン、SQR-15 が配備された。また、1970年代末からは、戦術レベルのタクタス、1984年からは、戦略レベルのセルタスが配備された。その後、潜水艦の静粛化が進むにつれて、パッシブソナーだけでは、探知が困難となったことから、可変深度ソナーからの層波とタスからの銃波を組み合わせる、携帯も開発されている。 栄光式アレイは、船体からの距離と指向性によって栄光線の水中放射雑音からの影響を軽減し、ソナーの18入り口雑音レベルの抑制が期待できる。またアレイ長が、感染の規模によって制約されないことから、必要に応じて長くすることで低周波に対応できる。例えば戦略レベルの対戦線のための広域創作に用いられる案、ユクックマイナス2セルタスでは、 ソナーアレイは8575フィート、栄光ケーブルは6000フィートという長大なものである。また調査船に搭載しての海底地質調査にも用いられており、地震探査のストリーマは通常24組以上のハイドロフォンを取り付けた長さ数百フィートのケーブルで構成され、全長8000フィートに達する。しかし一方で、 特にアレイを長くした場合、栄光中の母艦の運動性が制約されるほか、巻き出し巻き取りに時間がかかるという問題もあった。また、特にアレイが長大なセルタスでは、高転時には艦の動揺によって、栄光アレイの直線性が維持できずに探知効率が低下する問題があり、スワス線を採用するなど、線形上の工夫がなされた。栄光式アレイにおいては、音波を探知しても、 戦場のアレイに対して、どのような角度をなすかしかわからず、上下左右のどの方向から来たかがわからないというアンビギューティの問題がある。このため、目標の音を探知した場合、母艦の側が変身することで、探知目標の方位を変え、交差方位法で目標方位を得ることがある。このように真の目標方位を決定することをアンビギューティ除去と称する。ただし、 栄光式アレイではアレイが直線上であるという前提でビーム形成を行っているため変身の後間をしばらく直進させてアレイを直線上に戻さなければ探知を再開できない問題がある。これに対しアレイの途中に振動センサーと方位センサーを組み込むことで変身中でもアレイを複数の曲線の組み合わせとして表現し、 ビーム形成を可能とした機種もある。またアンビングティの問題についても、線上に配列する核ハイドロフォンを3個ないし4個一組とすることで、指向性を持たせることで対応した機種も出現している。ただし、アレーの中に3から4個のハイドロフォンを近接して、配置して、左右判別のためのビームを形成することは、音響的にわずかな位相のズレしかない信号同士の、 差分を取ることになり、到来する音響信号に対する感度を著しく低下させるという指摘もあり、一般化してはいない。栄光式アレイは、ハイドロフォン表面の境界層の圧力変化による単純なフローノイズのほか、アレイや栄光ケーブル自体に起因する種子の自己雑音の影響を受ける。特に栄光に伴う振動に起因するハイドロフォンアレイに対する加速度応答、 アレーの上下運動による水圧の変動、フレキシブルホース内の油の圧力変化、振動している栄光ケーブルから発生する、下流などが問題となる。日本の86式栄光式、パッシブソーナー多くはマイナス1の際には、18振動の大小が、発生電流の強弱、すなわちノイズの大小に直結することから、技術研究本部では、 重波器の感度抑制手段を確立してこの問題を解決した。またアレイを太くすることでアレイ表面からハイドロフォンまでの距離を取り流体雑音を低減することもできるが低周波に対応するためアレイが長くなっていることから収容、運用面からはアレイは細い方が望ましいとされる。アメリカ海軍の潜水艦では流体雑音が 比較的低い低速時には長く細いアレーを、流体雑音が増大する高速時には太く短いアレーを使い分けている。ありがとうございます。